はできています。お父様、私はトウタク様に仕えることになりました。これでようやくお父様の思いに応えることができます。朝鮮下部に優れる絶世の美女、官室の使徒王院により実の娘同然に育てられた。朝鮮は義父への恩を返すため董卓に仕えることを決意。その細い肩には重い使命が課せられていた。朝鮮、分かってくれ。あの男は国にとっての災い。あやつの暴走を止めねば漢は終わってしまうのだ。だがそのためにわしはお前の人生を奪い汚してしまった。許してくれ。そのようなことをおっしゃらないでください。私はお父様のために働けて嬉しいのです。必ずや使命を果たしてみせます。呂布殿を養子にしてからというものの、董卓殿は以前にも増して宝刀の限りを尽くしておられる。都には呂布殿にかなう者はおりません。おそらくその意に甘えておられるのでしょう。ふん、豚が一層醜くなったか。だが奴の敵が増えるのは俺にとっては好都合だ。呂布殿、それはいかなる。俺はただ暴れられる戦場さえあればいい。奴の敵が増えればそれだけ俺が楽しめるということだ。戦を楽しみだという方もいらっしゃるのですね。私は早く戦のない世を見たいと願っております。お前は。突然失礼いたしました。私は朝鮮と申します。今は董卓様の次女としておそばに置いていただいております。王翦様のお名前は聞き及んでおります。素晴らしい武をお持ちだとか。お前は戦が嫌いか。はい、戦は多くの罪のない人々が苦しみ死んでいく、そんな光景はもう見たくないのです。心配はいらん。俺の最強の武が天下に知れ渡ればくだらん戦を起こす奴はいなくなる。お前が悲しむ必要もなくなるだろう。お心遣いありがとうございます。呂布よ、どこに行っておった。今しがた、そうそう、肝心な時にそばにおらんとは、この役立たずめが。なんだと。俺は貴様の配下ではない。くだらん勘違いをするな。口答えをするな。奴はまだそう遠くまでは逃げておらんはずじゃ。さっさと追いかけて奴の首をわしの前まで持ってこい。
地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。あの地を奪ってしまえ。すべてわしのものにするんじゃ。私が出向いてやるわ。ありがたく待ってなさい。あの戦線、手を貸した方がよかろうだ。進め進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。行くぞ。あの場所は俺たちが奪い取る。目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。暴走魔法をひっ捕らえるのじゃ。逃げてくれ。ったくしつこく追っかけてきやがって。ところで俺様が蹴散らしてやるぜ。何にして差し上げます。おいしゃ。すいません、うちに逃げてくださいよ。ここへ逃げ込んだのも計算の上。クエイデオ、追っ手を足止めするのだ。わしとて無策で乗り込みはせん。君へ追っ手に矢を追いかけよう。宴の時間です。これまでか。わしとしたことがここ一番で抜かるとはな。バカめ、わしから逃げられると思うたか。貴様は残虐の限りを尽くして罰してくれるわ。呂布、何をしておる。なぜわしの前に。そう、逃げる奴を撃ってもつまらん。あんな奴など放っておけ。なんじゃと。逃げられたくせに偉そうにし。お前が義理の息子でなければとうに切り捨てておるところよ。いいか、次同じようなことがあれば容赦せんぞ。わしが撃てと言ったらかな。口の聞き方に気をつけろ。俺の戦いに指図をするな。撃つ撃たないは俺が決める。次同じようなことをほざいたら容赦せんぞ。犬のくせに何が最強じゃ。口先ばかりの役立たずが。お前がおじい様の義理の息子、呂布？なんて品のない顔なの。お前みたいな奴が身内だなんてヘドが出るわ。なんだお前は。私のことを知らない人間が楽陽にいるなんて驚きね。
別に教えてやるわ。私は東伯、東卓おじい様の孫よ。生意気な口を聞くとおじい様よりもひどい目に遭わせるから覚悟なさい。待ちなさい。何よあの態度は。おじい様もあんな奴のどこを見込んだのかしら。いいわ、もしあいつが変な素振りを見せたら私が懲らしめてやるから。おお、挑戦、少しやつれたのではない。いえ、大丈夫です。それよりもお父様はどうしてこちらへ。先日曹操殿が董卓暗殺に失敗したのは知っておろう。曹操殿に暗殺をけしかけたのは。まあ、お父様が。呂布が養子になって以来、董卓の放蕩ぶりは目に余るようになった。わしはこれ以上奴のせいで国が混乱するのを。あの一件以来、董卓様はとても用心深くなられました。お客様には会おうとせず、身辺は常に宝泉様に警護させております。そこが頭痛の種なのだ。奴を亡き者にするには暗殺しかない。近頃宝泉様は董卓様に不満を持たれているご様子。つい先日も一触即発の雰囲気になり。挑戦よ、いよいよお前という仕込まれた毒を使う時が来たようだ。十分な信を得ているお前ならば、二人の仲をさらに悪くすることもでき、そうして呂布に董卓を撃たせる。これしかもう方法はないのだ。かしこまりました。それでは私はさらに、それぞれが私に熱を上げてくだされば、中を裂くことは容易になりましょう。うむ、それぞれが気に入りそうなことを二つもやればよかろう。終わったら戻ってきてくれ。その後のことは共に考えようではないか。董卓と呂布、二人の中を裂く以外道はない。挑戦よ、より深くキャツラに取り入ってくれ。承知しました、お父様。私のテレンテクダの限りを尽くします。ご入り用で。またお待ちしてます。
長伯様、いかがなさいました？リジュが貴重な宝石を手に入れたらしいの。この私を差し置いてありえないわ。お前リジュに伝えてきなさい。今宝石を渡せば多めに見てやるって。挑戦だが無理はするなよ。誰もいないな。よし、誰だ。このようなところで何をしている。ああ、見つかってしまいました。少し大胆に動きすぎたでしょうか。調べて東達様にお伝えすればきっと。誰もいないな。よし、もう誰かついてきているのか。誰かついてきているのか。誰かついてきているのか。誰にも見つからなかったか。炎章殿に伝えてほしいことが。お噂の通りでしたね。このことを東卓様にご報告いたしましょう。
ましょう。何？呉慶が炎章と通じておるじゃと？朝鮮、よくぞ奴の尻尾をつかんだ。後でわしがたっぷりと可愛がってやるわい。お褒めいただき嬉しゅうございます。謀反。私の使命果たせたようです。いいぞ朝鮮、だが無理はするなよ。確か関戸場の蹄鉄を探しておられたな。それを職人に作らせ送ってはいかがか。朝鮮、だが無理はするなよ。董卓殿より命が下りました。我らは呂布殿と強い武勇を好まれる宝仙様のこと、戦いで活躍する見せたな。秘伝の舞にございます。
賊など所詮雑魚の集まりと、くだらん戦を俺にさせろって。お前の動きは悪くなかった。だがあまり無理をするな。ポーセン様、なんと優しいお心遣い、ありがとうございます。私の使命果たせたようです。いいぞ挑戦。だが無理はするなよ。これで二人はお前を一層意識するであろう。ありがとうございます、お父さん。朝鮮、光純から受け取ったぞ。はい。なぜ俺に送った？気の利いた礼などできんぞ。なぜと改めて問われましても、ただ私は董卓様に気に入っていただいているためか、宝仙様には心安くお付き合いいただけないかと。身勝手な下心だとお笑いになられて。してはせん。お前の気が済むなら話ぐらいなら付き合ってやってもらう。はあ、お優しい方。朝鮮よ、二人はお前にさらに熱を上げたようだ。遠から。朝鮮。おお、両夫殿、ご用がございましたら朝鮮から伺わせましたのに。お前に用はない。朝鮮、董卓がお前をそばめにすると聞いた。それは本当か？はい、私の本心も、私は本当は宝仙様のおそばにいたいのです。豚め、朝鮮をもてあそびおって。安心しろ、やつとは俺が話をつけてる。お前は何の心配？朝鮮、死のうなどと考える？ことは思惑通り進んでおる。朝鮮、この頃おじい様と一緒にいる時間が長いわね。何様のつもり？取り入っていい思いをしたいのはわかるけど、
東伯様、私はそんなつもりは。ただ東卓様が私のことを気に入ってくださって。黙りなさい。おじい様を色化で惑わそうとするなんて下品極まりないわ。どうせよからぬことを考えているんでしょ。絶対そうよ。いい？これ以上おじい様に近づかないでちょうだい。もしまたそばにいるのを見かけたら、ただじゃ。東伯様は私の使命に気づいておられるのでしょうか。もしそうだとしても、やめるわけには参りません。お父様のため、そしてこの国の平穏のため。炎症のアホがグズどもを引き連れてこの洛陽に攻め込む。呂布よ、お前の望んだ戦じゃ、奴らをとっとと追っ払え。東卓様、私も宝泉様と共に無双の武と歌われる強さ、この目で確かめたいのです。ダメじゃ、お前はわしと共にここにおればよい。二人でゆるりと戦勝の報告を。来い朝鮮、俺がお前を守ってやる。お前の目に俺。宝泉様、東卓様、どうか私の。わざわざこいつに許可などもらう必要はない。行くぞ。敵の総大将炎症などただのアホじゃ。さっさと八つ咲きにしてやれ。前線で戦っているのだ。私も前へと出て力を合わせねば。心配するな、女性。邪魔をする奴ら、俺が蹴散らしてやる。敵の弱さをぶっ潰す。行くぞ。もう洛陽はいいだろう。俺も止水艦へ向かう。私の使命必ず果たします。いいぞ朝鮮、だが無理はするなよ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。進め進め。我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。目障りなとこは潰しちまうか。
お前らついてこい。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。定まった。敵の足場を崩し全員を損。この場所は俺たちが奪い取る。行くぞ。この目標我らの部で制す。進め我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。行くぞ。この場所は俺たちが奪い取る。来やがれ連合軍の兵ども。俺がいる限りこの止水艦は抜かせねえ。水艦の攻略が進んでおらん。勝者を用意せよ。わしも止水艦へ向かう。止水艦か。くそ、まず勝者を止めるべきだったか。この程度の席も破れぬか。モト君、すまんが俺は下がらせてもらうぞ。これダメだ。止水艦を破る前に俺が破れちまった。ここまでか。ゴータ君、この金はいずれ別の戦場で返す。弱すぎるぞ連合軍。この火雨ある限り止水艦は鉄壁よ。挑戦だが無理はするなよ。止水艦攻略がはかどっておらぬようだ。巨人よ、兵をまとめ止水艦へ回るのだ。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。霊族の陣に踏み入るとそんな奴らよ。この炎本所が注意してくれよ。敵の足場を崩し戦意を損。秘伝の前にございます。否定の
からに敗れるとは、この炎本書の名に傷がついたではないか。やっ思い知ったか虫けらども、貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。敵将討ち取りました。連合軍など俺の敵ではなかったな。さっさと洛陽に戻るぞ。総督様より伝令、洛陽を捨て長安に撤退する上、急ぎ支度をせよ。なんだと、俺たちは勝ったんだぞ。まさか帝の御身に何かあったのですか。いえ、そこまでは。失礼いたします。もしや董卓様は戦の勝敗に関係なく戦闘されるおつもりだったのでは。豚め、俺をおとりに使ったということ。行くぞ朝鮮。奴から直接話を聞いた。董卓、貴様何を考えている。敵は俺が全て倒した。長安謎に逃げる必要はない。やかましい。何が敵は全て倒したじゃ。止水艦、もはや城は裸同然。ここによっては殺してくれと。わしは帝を連れて長安へ行く。これは決めたことじゃ。うずうず。雑魚どもに席を抜かれただけで逃げ出すだと。董卓、洛陽を捨て長安へ移ったところで、国のこのままではいたずらに国中へ戦を広める。いつになれば人々の悲しみはなくなる。俺が望んだ戦はこんな腰抜けたものではない。攻め寄せる敵を全てねじ伏せ、俺が最強であることを証明。董卓様はご自身が生きながら得るためならば、あらゆる犠牲も厭わないでしょう。おそらくは帝や宝仙様が望まれる戦いは董卓様のもとでは。何が言いたい。宝仙様が董卓様のもとを離れ望む道を歩まれた。もし宝仙様がそのおつもりなら。朝鮮、お前は俺に。いや、宝仙様と私。董卓は長安に入った。曹操が奴を追っている。奴からは曹操を討てとの命が来た。もはやし曹操も董卓もまとめて俺が消し飛ばしてくれる。朝鮮、それで俺とお前の。はい、私も共に参り見届けます。ああ、ついてくるがいい。両方戦の最強の部、今こそ天下に示す。お父様、これより董卓様のいる長。おお、おまと一つ気がかりなこと。私は董卓様を亡き者にするための埋伏の毒。あの獣のような男がさほどに。いいえ、はい、行くぞ。董卓を斬り、俺は俺の戦いを手に入れる。曹操様も
董卓様を撃とうとされています。この混乱では敵対は避けられないでしょう。心配するな、長生。邪魔をする奴らは俺が蹴散らしてやる。働きだ。争うだけの戦が続いている。これで互いの兵の士気も下がろう。レネー、加藤党様と加工園様が敗走。お味方に動揺が広がっております。秘伝の前にございます。旦那たちにやられちまうとはな。よし、わしが敵を止めてやるぜ。おじい様からの罰を楽しみにしてなさい。
刃を向けられる。光沢殿を裏切るおつもりか。上品上人、無法を企て野獣に誰かに裏切れされた。秘伝の舞でございます。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。よく軍の横槍とは、えい、引くぞ。さあ、宴の時間です。お待たせください。よし、直ちに守備配置につけ、なる戦闘に備えるのだ。将軍を相手に立ち回り打破するとは、実に見事。味方に撃たれようとは。三度董卓を逃がすか、呂布の気まぐれに阻まれることになるとはな。やられたわ。まさか呂布殿が裏切るとは。私の使命いいぞ挑戦。だが無理はするなよ。挑戦、お前が真の三国武装。してくれるわ。楽にして差し上げます。親子の契りを破り恩をあだで返すか。親子だと？笑わせるな。貴様はここで終わりだ。おのれ右つね。
仙様、これで心置きなく。ああ、もう誰にも邪魔はさせん。俺はこれから。朝鮮、お前はどうする？お前の目的も果たされた。ここにいる意味もあるまい。答えたくなければ答えんでもいい。お前の悲しい思いが少しでも和らいだのだ。宝仙様、朝鮮は見事連冠の刑を成した。董卓は呂布によって討たれ、世は平穏を取り戻す。義父王胤の願いはここに叶えられたのである。だが彼女の顔は憂いに満ちていた。全てが終わった今、朝鮮は真実を告げなければならない。彼女は意を決して鬼神呂布に切り出した。宝仙様、私はここまででございます。なぜだ朝鮮、ここからではないのか。私はお父様のご恩に報いるため仕込まれた毒。宝仙様のおそばにあるべき女ではありません。俺がそれを望んでも。わかった。俺はお前の望みを叶える。だが一つだけ俺に約束しろ。生きろ。毒でも親の手駒でもない、ただ一人のお前として。さらばだ朝鮮。ありがとうございます、宝仙様。私は生き続けましょう。いつまでもあなたのお心とともに。